皆さんこんにちは、トイボックスリョウです。ちょっと今日は1号車の方のアクセサリー部品が3つ届いてたので、カスタムの2号車始めてるんですが、まあ1号車に戻ってこのアクセサリーパーツ3つ、1つがエンジンガードとこんなタイミングホールキャップ、あとね、昔高校生の頃、まあ、いじくってたゴリラとかモンキーつけたんですよ、ブレーキのね。私と年代近い人はちょっとピンと来てもらえるかなと思うんですが、これブレーキのステップ、まあ、足型なんですけども、これを今日はつけていきたいと思います。それではまずはじゃあエンジンガードの方、レボリューションの方は K スピードと違って一応取説がついてるんですよ、まあ、何回も言ってるんですけども、なんか出たこのクオリティの低いステッカー1枚、それからなんかカラーを2箇所と本体と付属のボルトで留めるっていう感じですね。カラーの短い方が上で長い方が下で、ボルトも短い方が上で長い方が下という形でつけます。よし、じゃあまずここのところ8ミリのと、ね、ボルトで止まってます。これを取る、まずこれが上側のこのボルトを取っちゃう。よし、上で下、よし、だとで、カードでまずカラーが短い方が上、ダメだよ、よし、でこんな形で上が短くて下が長い、これがきます。よし、これでエンジンガードがつきましたよと。でその次、これでレボリューションのエンジンガードは OK と。次にここね、これがタイミングホールキャップセット、タイミングホールのキャップをまたここも赤のアルマイト、アルミのアルマイトの部品に変えます。もうこれも完全にね、機能をアップするっていうよりはもうドレスアップパーツです。ここかな、これは角の10ミリでいきます。でその次、これキタコです。キタコ製のものに変える、山形のやつ、結構アルマイトの赤が増えてきました。もういよいよコレクションの域に達してます。まあ実際は僕のこのミニバイクコレクションなんですけども、さらにコレクション感っていうかね、おもちゃ感が増したと思います。こんな形、うん、すごい赤が増えてる。じゃあ次にこのブレーキのところ、ここにこのブレーキ、ちょっと私の年代の近い方っていうのだったらご存知だと思うんですけども、グフット、まあ昔はねアルミ
の1枚もんだったんですけども、これはね、アルマイト処理された黒と赤のものでできていますと。これもちなみに北湖製です。よし、つきました。つけ方としてはこれね、ここのところボルトで4箇所まあ止めるだけの簡単な、まあ、挟み込むタイプですね。もともとのブレーキレバーのところにこのビッグフット、これをまあ挟み止めするだけの部品なので、簡単に取り付けすることができました。こんな形、うん、なんかちょっと可愛らしい、なんかスパルタンの中に可愛らしさがあるって感じですね。うん、今日は先ほどのエンジンのガードのところとブレーキペダル、うん、うん、なんか可愛らしい形ね。で、徐々にね、こっちもアルマイトのアクセサリーが増えてきて、うん、面白いかなっていうふうに思います。今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。